皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。2015年冬巡業の詳細が決まりましたので、そのお知らせの動画でございます。平たく言うと、僕が神奈川県を脱出して、そのいろんな各地をこう回って遊びに行きますので、よかったら遊びに来てくださいませ、会いに来てくださいませという、そういうお知らせでございます。1ヶ月前もちらっとそんな告知をさせていただいたんですけれども、詳細がまとまってまいりました。その発表をさせていただきます。少々お待ちください。とりあえずこんな感じでしょうか。初日が2日の水曜日、土平日で申し訳ございません。神戸に遊び行こうかなと思っております。神戸にあるベースオントップ三宮店さんの S1 スタジオ、時間としては17時から19時までの2時間という感じです。で、翌日の3日木曜日は、四国に初上陸をします。高松のスタジオサムスさん、メインスタジオ。で、時間としては同じ17時から19時という感じです。で、翌日の4日金曜日は広島に行きまして、おなじみの島村楽器さんに、ちょっと利用させていただこうかなと思っております。島村楽器さん、広島パルコ本館9階の島村楽器さんの店内スタジオで、時間は同じ17時から19時という感じです。で、その次、5日の土曜日になりまして、福岡に行きます。博多ですね、博多。こちらは MRT ミュージックスタジオさんの L スタジオというところです。時間としては同じ17時から19時という感じです。博多というか、天神というんですかね。天の神と書いて天神といった方が正しいのかなという感じですが、ちょっと土地勘がないので、何ともわからない感じです。で、その次は6日の日曜日、沖縄県に飛びまして、那覇にある、沖縄メディアアートセンターというところに、というところを利用させていただこうかなと思っております。駅から割と近いと思うんですけれども、1階がカメラ屋さんで、上がスタジオになっているみたいなんですよ。で、その上のスタジオを利用させていただいて、ちょっとこう和訳者してみようかなという感じです。で、沖縄だけ時間が違うのでお気をつけください。16時から2時間となっております。17時に来ても別に大丈夫ですけれども、16時からなのでよろしくお願いしますということです。で、ちょっくら2日ほど、時間が空きまして、9日水曜日、また平日になってしまうんですが、我が地元、橋本の、居酒屋さん、月夜の心という居酒屋さんで、ちょっとファイナルというわけじゃないですけれども、ワンマンライブみたいな形で、ちょっと冬巡業の方を締めくくらせていただこうかなと思っております。この橋本の月夜の心だけ、こちらだけちょっとチケット制になってしまうんですが、詳細はちょっと後でお話をさせていただこうかなという感じです。こんな日程です、今回は。で、それぞれよくいただく質問として、1つ目としては、参加費とかかかるんですかという話です。毎回同じようなことを言っていますけれども、参加費は特に必要ないです。別にスタジオ代とか、その僕の旅費とか、普通に自分のかかるお金とか、自分にかかるお金とかは普通に自腹で行こうかなと思っているので、特に来たからいくらとか、その会ったからいくらとか、そういったことは特にないです。でも、もしよろしければ寄付をいただけると嬉しいなという形でいつもやらせていただいております。1000円寄付してくださった方には、おなじみのこの滝沢ギタ .com ステッカーと滝沢ギタ .com ピック、このピックは3枚。ピック3枚とステッカー1枚みたいな感じをセットにして、お配りさせていただいておりますので、よかったらご協力いただけますと、これ幸いでございます。ということです。それが1。で、その次、よくある質問2としては、何すんのっていう質問です。これがですね、決まってないんです。大体どこ行っても、最初に僕が1曲、2曲ぐらいこうペラペラペラっとなんか演奏させていただいて、で、そこからなんか質問があればその質問に答えたりとかもしますし、なんか作曲がうんたらかんたらとか、なんかスケールがうんたらかんたらとか、なんかそんな話もします。で、セッションしようぜみたいな話になってきたらセッションしたりすることもあるし、なんかこう、あれやってって言われたらこうやるとか、なんかそういうリクエストとかもよくあるような感じです。なので、言いたいこととか聞きたいこととかがあったら、なんかいろいろまとめておいていただけるといいんじゃないのかなという感じでしょうか。本当にそんな感じで毎回決まってなく、なんかすごいその場の雰囲気でこうダラダラっとやっているので、平たく言うとすごい緩い空気なので、なんかのほほんと楽しんでいただければなという感じです。一緒に何かして遊びましょう、イエーイっていう、そんな感じです。で、一応僕のその相棒の、アコギのマチコさんが同行しているので、そのマチコさんを弾いてみたいという方も全然触っていただいて大丈夫です。逆によくあるのが、
その皆さんのギターをその僕が弾いて、どんな音がするかちょっと弾いてみてくださいみたいな感じで借りたり、お借りすることもありますし、まあ、そんな感じでのほほんとやっておりますということです。それがまあ2つ目。で、3つ目なんですけれども、それぞれ この時間に間に合わないんだけれども、どうしたらいいですかという質問もよくいただきます。別に途中から来るというのも全然ありです。全然ありです。で、まあ、最初からいるのももちろんありですし、途中からも全然ありです。で、その途中までしかいられないという方もたまにいらっしゃるんですけれども、それも全然ありです。ちょっとまあ6時で1回帰らなきゃいけないんだよという方も、まあ、その、ね、短い間だけですけれども、なんかぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなという感じです。で、その4。これは、まあ、毎回毎回共通なんですが、まあ、準教と称してるけれども、まあ、言ってみれば、なんかこう、軽いオフ会みたいな感じなので、まあ、それぞれのスタジオが終わった後に、なんかちょっとね、このファミレス行ったりとか、なんかそうご飯食べたりとかするわけですよ。で、そこだけ参加したいとか、そこだけ参加したいはちょっとあれだな、まあそこだけ参加できるから参加したいなんていう方も全然ありですし、で、まあ、それぞれここに、なんかいいお店あるから、なんかね、一緒に行ってみたらどうだいみたいな、ちょっとこう、先陣切ってくれる方がいてくださると、すごく助かります。ということでございます。まあ、それぞれ僕は土地勘がないので、あそこにいいお店があるぜとか、なんかたくさん入れるお店があるぜとか、なんかそういったものをピックアップしてくださると、僕はすごく助かりますという、そういったお願いです。よくある質問5、何を持っていけばいいですかという話もよくあります。手ぶらで大丈夫です。手ぶらで OK です。もしギターを持ってこようかなと思ったら、ギターを持ってくるのは全然ありですし、なんかアコギでこうバレバレと一緒にこうセッションしてみたいぜという方は持ってきていただいて全然大丈夫です。ただ、ギターを持っていくのめんどくせえなという場合だったら、全然持ってこなくても OK という感じです。持ち物は何でも OK。で、ちょっとそれまた、持ち物に関するお願いなんですけれども、なんかこう差し入れとかプレゼントをいただくこともちょこちょこあって嬉しい限りなんですけれども、ちょっと僕のわがままなんですが、家を出発してからもう、この日まで僕は家に帰ってこないので、まあ、できる限り荷物を減らして行動しているんですよ。なので、すごくお気持ちは嬉しいんですけれども、この瓶とかのなんかこう飲み物的な差し入れはちょっと控えていただけるとすごく嬉しいです。福岡から中にその飛行機で行くんですけれども、LCC とか格安の航空会社を使っているので、荷物が重くなっちゃうと重量オーバーで、うわ、追加料金だけよというふうになったりとかしかねないので、ちょっとその辺はご検討いただけると嬉しいです。逆に欲しい差し入れとしては、よく手紙をいただくんですけども、手紙めっちゃ嬉しいです。普通にその男子、別に女の子がなんたらかんたらとかではなく、普通にこう、ね、男の子の高校生の子からすげえ熱いメッセージを書いた手紙とかもらったりとかして、結構こっちは、おお、来てよかったぜとかなったりとかするんで、まあ、気が向いたら、なんか一つ手紙とか書いていただけると嬉しいなという感じです。で、さっき言ってた、その那覇について気をつけるという話なんですけれども、那覇のその沖縄メディアアートセンターって1階がカメラ屋さんで、上がなんかこう、音楽スタジオというよりも結構撮影スタジオとか、もしくはそのピアノとか合唱とかのスタジオっぽい感じらしいんですよ。なので、まあ、いわゆるその音楽スタジオと違ってドラムとかもないし、ギターアンプとかもないので、このところだけはエレキギターとか持ってくるとちょっと手持ち無沙汰になっちゃうかなと思いますので、エレキギターは持ってかなくてもいいかもしれません。一応僕はここの那覇の沖縄メディアアートセンターにそのアンプを持ち込んで、一応アンプで出力をするつもりですが、アコースティックな感じの環境になるということは、ご了承いただければという感じでございます。はい、何かわからないこと、気になることがあれば、どんどんコメントに書いていただくか、もしくは直接メールを送っていただくか、もしくはその概要欄の方から詳細をたどっていただいて、そちらでチェックしていただけると嬉しいなという感じです。で、さっき言ったこの最終日、チケット制の橋本、月夜の心という居酒屋さんでのワンマンライブ。こちらは普通にチケット PR の取り扱いとなりまして、普通につきチケットセットになっております。もしよければ遊びに来てくださいませ。普通にこのコース料理がこう結構豪勢な感じでこうブワーッとついて、ドリンクもついて、で、その演奏が120分の尺かな。120分というもうすごい長丁場で、こうたらふく楽しめるかと思いますので、ぜひ遊びに来てください。学生さんは3500円で、大人の方は4000円と、フルコースが出てくる割には、コース料理が出てくる割には、すごい安い料金設定となっております。よろしくお願いします。それも詳細欄の方からチェックしていただければという感じです。そんな感じでしょうか。
すげえ喋りっぱなし。まあ、結構、時間、動画も長くなってきたので、この辺にいたしましょう。そんなところでございます。それぞれの日程、もし都合がつくところがありましたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。で、ごめんなさい。ちょっと一つ言い忘れたんですけれども、もしその寄付をいただける場合は、封筒に入れてくださると、すごく嬉しいです。まあ、そのまま裸でも別にいいんですけれども、封筒に入れていただいて、で可能であればお名前、ニックネームとかハンドルネームとかでも大丈夫です。別に本名でもいいんですけれども、何でもいいです。お名前と、あとメールアドレスですね。携帯とかじゃなくて、普通にそのフリーメールアドレスっていうんですか。その Yahoo メールとか G メールとか、そんなんで大丈夫です。後日、僕からこの俺のメールをさせていただくときがちらちらありますので、そんな感じでその僕からこう発信できるように、ちょっとこう連絡先を教えていただけると、すごく嬉しいなという感じです。もちろんですが、別になんかこう悪用したりとかはしないので、その辺をご安心いただければという感じです。ちょっと封筒に入れて、お名前とメールアドレスを添えてくださると、すごく嬉しいなという感じでございます。それでは以上になりますが、何かご質問等ありますでしょうか。て、動画で聞いてもどうするんだって話ですよね。まあ、何かあったらコメントに書いてみてくださいませ。普通に九州とか四国とか、僕行ったことがないので、めっちゃ楽しみにしております。どんな方々とお会いできるのかしら、ふふんみたいな感じで、僕も楽しみにしておりますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただければという感じです。よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じでまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。